生コマーシャルの放送風景、コマーシャルメッセージとは、メディアを通じての商業用の情報全般を呼び、その情報自体。この項目では特に放送における広告について記述する。元は、マスメディアに限った語ではなかったが、ラジオテレビ放送のうち、放送番組の前後や番組の途中に本編を中断して流される広告放送のことを、やがては、テレビ。 映画、インターネットなどの動画広告全般を指すことが一般的になった。日本語では、コマーシャル、CM、CF とも略される。その他、お知らせという言葉が使用されることもある。英語圏では CM を含む広告全般自体を、総じてアドバタイジング、略して、アドと呼ぶのが一般的であり、辞書によっては、コマーシャルメッセージは、 和製英語であると指摘している。テレビで流される広告は、英語では主にテレビジョンアドバタイズメントと言い,い、特にアメリカ英語ではテレビジョンコマーシャル、略する場合はコマーシャル。イギリス英語の略称ではアドバートとも言う。CM は、一般的には民間放送局が広告料収入を得るための手段となっている。スポンサーが、 消費者へ向けて以下の内容を提示し、訴求する。制作者は CM が聴取者、視聴者の印象に残るべく音楽、ドラマ仕立てのシナリオ、ナレーション、突飛なキャッチフレーズなどを用いて様々な工夫を凝らす。インターネットの普及以降、ナレーションの最後に〇〇で検索とインターネット検索を促す一言を加えるものも出てきている。 各手法は講述。あらゆる創造性や芸能が不可欠となった CM の制作現場は、作詞家、作曲家、歌手、コピーライター、映像監督、俳優、放送タレントなど、あらゆるクリエイターの登竜門となった。CM は、スポンサー自身が制作する場合、放送局やその系列のプロダクションが制作する場合、専門のプロダクションが制作する場合がある。 それらを広告代理店が仲介する。制作に関わる体制や技術は講述。サンバイト広告宣伝業界では限られた秒数内で企業や商品のイメージ、購買意欲などをそそる効果を図るため CM においてビューティー、ビースト、ベビーのサンバイトと呼ばれるモチーフを用いることが伝統的な手法として定着している。これらサンバイトは 人間の心理上、漠然とものを見ている時にも目に留まりやすい事物であり、CM 以外にも広告宣伝全般で応用されている。CM には様々な分類法がある。以下の事例は日本を例にとる。多くの欧米諸国では、視聴料金を支払ってテレビを見ることが一般的であるため、テレビ CM を流さない放送局もある。 多くの欧米諸国とは異なり、イギリスでは、有料放送を主体とする、衛星放送や、ケーブルテレビに対して、無料の地上波放送の存在感が大きいことが、特徴となっている。イギリスには主要なテレビ局として、英国放送協会や ITV、チャンネル4、チャンネル5などのテレビ局がある。このうち英国放送協会は免許料収入を軸と、する。 公共放送である。また、チャンネル4は公共放送局であるが、CM 収入で運営されている。アメリカの公共テレビ局 PBS など、地上波民間放送局であってもテレビ CM を流さないもの、ケーブルテレビの一部のコミュニティチャンネルなど、広告収入も契約料収入もないものなどがある。海外は国営放送局などの公共放送局であっても、 テレビ CM を流し、広告収入を得ている場合がある。世界的に見て5から30秒の短いテレビ CM が主流なのは日本と一部の周辺国のみである。アメリカやヨーロッパの CM1 本あたりの時間は分単位が多い。ヨーロッパ各国の深夜番組でのアダルト、電話音声の広告は5秒広告も決して少なくない。日本は 一つのテレビ CM が終わると、すぐ次のテレビ CM が流れることがほとんどだが、欧米は、テレビ CM とテレビ CM の間、テレビ CM と番組の間に黒バックのフェード効果が、挿入されている場合が多い。アジアでも大韓民国は、日本と同様、CM 同士の間に、フェード効果は挿入されていないが、番組と CM の間にクロスフェードあるいはロバックの、 フェード効果が挿入されることが多い。タイのテレビは、かつては CM から次の CM に切り替わる際、フェード効果を挟まずに0.5秒程度黒バック画面が挿入されていたが、2015年時点で、さらに短く0.1秒程度の黒バック画面が挿入されたりされないこともある。欧米では子供向け番組のテレビコマーシャルの規制が、 厳しく、同一番組中に同一 CM を2度流すことや、コマーシャルの本数に関する規制がある。フランスなど一部の国は、CM 枠開始時と終了時にアイキャッチが入る。フランスは、法律で、番組本編と CM の間に、CM の告知を挟むことを義務付けている。香港、台湾などの中華圏の国でも、フランス同様 CM 枠開始時、 終了時にアイキャッチが挿入される。韓国は番組本編中のテレビ CM は同国の放送法施行例により禁止されている。スポンサー名を出すのは構わないが、スポーツ中継を除き、会社ロゴも宣伝となり得る看板や商品にあるロゴすらも取り決めで規制しているので、放送中の広告に関わった企業に関しては、本編終了後に企業名を、 ロゴタイプで表記する必要がある。テレビ CM は番組の本編開始前と本編終了後にまとめて放送する。その代わり30分以上の一部の番組で一定の時間になると画面右下に現在放送中の番組のタイトルロゴが数秒表示される。かつては全ての番組において一定の時間になると画面下に表示されていた。 朝のニュース情報番組や選挙開票特番や映画など番組が2時間を超える場合は番組を第1部、第2部に区切って別番組扱いとし30分から1時間ごとに CM を放送しており KBS 第 1TV を除いた韓国ドラマの2018年4月以降の新作は1話2部構成を取っており1部あたり35分での編成となっている テレビショッピングはそれ自体が宣伝なので例外である。中国は、かつては、CM 前後にアイキャッチが挿入されていたが2012年から、韓国同様に本編中に、テレビ CM を流すことを禁止にした。番組のタイトルロゴは、画面右下に常時表示される。ただし、韓国とは違い、2時間を超える番組で、第一部。 第2部と区切って別番組扱いすることはなく、開始から終了までストレートに放送する。CM は放送法において、広告放送の語で呼ばれる。放送法83条90条において、日本放送協会及び放送大学は、通常の意味での CM を行うことを禁止されている。ただし、83条の2.90条の2において、 他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者または営業者の氏名または名称等を放送することを妨げるものではないとの規定もあり、一部の公共広告や社会的なキャンペーンの告知が放送されることは禁じられていない。例えば NHK ではこの他にも NHK 出版のテキストや NHK の主催する美術展やコンサート、 受信料支払いの啓発、NHK オンデマンドの紹介、番宣などが行われている。地上波放送局、地上民放系 BS デジタル局、ラジオ放送局を含む日本の民間放送局は、CM を放送することを通じ、広告主から広告料及び番組の制作費を提供されることで利益を得ている。広告収入は、番組の制作、 購入費の主要な財源でもある。インターネット普及以降、インターネットで番組コンテンツを配信する事業者も番組内で CM を流していることがある。視聴に際して視聴者が料金を支払う必要があるケーブル放送や衛星放送の一部では契約料収入で費用を賄うためテレビ CM を放映しない場合もある。日本における CM の放送方法 CM はいくつかを連続させた CM 枠単位で放送される。通常、タイム CM は番組の放送枠内において番組本編を中断して放送することが慣例となっている。これは番組を放送するための必要経費をスポンサーを通じて回収するという商業取引上の目的があるためである。CM を挟まずに 番組本編が放送されることは、とりわけ地上波の民間放送では極めて稀で、番組の制作経緯によって、スポンサーの理解が得られた場合や、重大な災害などが発生して、長時間の報道特別番組が組まれた場合などに、限られる。日本民間放送連盟では、放送基準148条において、週ごとの総放送時間中におけるテレビ CM の、 放送量の基準を比率にして18%以内に設定している。この送料規制は限度として1975年10月1日の改正によって設けられたが2016年の放送基準改正で限度の表現は標準に改められている。テレビ CM においてニュース速報などの字幕スーパーや放送局名を示すウォーターマークを CM 中に 表示することは、基本的にない。ただし、朝の時間帯や零々分のカウキャッチャー CM において、時刻表示のスーパーが表示される場合がある。テレビ放送において、災害時の関連情報に用いられる、L 字型画面や常時表示のスーパーを表示している、時は、CM 中は、挿入を一旦停止する。ただし、警報レベルの災害情報のうち、 緊急地震情報が出された場合、東海大地震の警戒宣言が発表された場合、概ね震度5弱以上の地震が起きた場合、地震に伴う津波警報、大津波警報が発表された場合、その他、緊急を要する場合に該当する場合は、CM 中でもその情報を入れることがある。この運用体制は、あくまで各放送局の基準に則っ,ったものであり、地域や、 各放送局によって運用に差がある。日本における CM の販売単位 CM1 本あたりの放送時間の変遷について述べる。日本で民間放送が開始された当初は生コマーシャルが主流であり、その特性上記録が残っていないものの、すべて1分から2分の長尺であったと考えられている。口述の黎明期の録音、録画 CM は60秒。 内視30秒で制作されており、やがてこの60秒枠、30秒枠が、スポット CM の販売単位として定着する。30秒が基本であった。販売単位が初めて15秒に切り詰められたのは1961年、秋であった。さらに翌年の1962年、テレビにおいて、無音のテロップカード1枚喪失に限られていた5秒、CM で、音声、 動画を伴わせることが認められ、限られた時間の中で突飛なキーワードを発するなどの、これまでになかった方の CM が、次々制作され、流行後の厳選となった。しかし過激化が進んで視聴者が離れることで、広告効果が薄れ、制作側の消耗も激しく、低俗化との批判も受け、1965年10月に TBS テレビが、 A タイムでの5秒枠の販売を停止したのをきっかけに5秒 CM の制作数は急激に減少した。このような経緯を経て15秒枠が日本の CM 時間のスタンダードとなり長尺として30秒60秒が用いられるに至った。民放連では放送基準151条において テレビのスポット CM の標準時間目安を5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、60秒と定めている。ラジオの CM については、民放連放送基準は、標準時間の申し合わせ項目を設けていないが、5秒、20秒、40秒、60秒の、いずれかであることがほとんどで、そのうち20秒のものが非常に多い。テレビ CM の場合、 スポット CM では15秒単位、タイム CM では30秒単位での販売となっている。通常、ネットワークセールスのテレビ番組内において、タイム CM のみ、スポット CM のみをそれぞれ流すように枠を分けるが、TBS 制作の一部全国ネット番組のように、CM 枠の前半に、タイム CM、後半に、スポット CM を配置している例もある。 60秒で制作した CM は全国ネット番組のタイム CM でよく見られる。1970年代までは関西ローカル CM のパルナス成果などのようにスポットでの60秒 CM も存在した。かつて主流だった5秒 CM は2011年頃から地方のローカル CM に限って復活しており15秒スポット。 CM が入るべき枠に3本を分散させて放送している。主に量販店の割引やポイントアップのキャンペーン CM が中心である。日本におけるスポンサーの蛍光テレビ CM は市場シェアの大きな全国規模の大手、消費者向け製造業、大手小売業のものが多い。ローカル局はより地元の企業のコマーシャルも流れる。ラジオ CM は テレビの業種に加え、より狭い地域に展開する、小売店、食品メーカー、大学など、知名度の低い企業のものもある。商品や企業の宣伝広告ではなく、開催予定のイベントの実施あるいは中止などの、情報を伝える CM もある。災害に際し、民間事業者が商品でなく、被災者に役立つ情報を緊急に流す例が見られる。 東日本大震災に際し、電気メーカー各社が、電力不足を受けて、節電方法を紹介する内容の、トヨタ自動車など自動車メーカー各社が、災害発生時の安全運転や少燃費のための、運転方法を紹介する内容の、移動通信各社が、災害伝言ダイヤルの利用法を伝える内容の、社国形式の CM をそれぞれ放映した。 住宅メーカー各社や生命保険、損害保険各社は被災者へのお見舞いと顧客対応窓口のフリーダイヤルを案内する CM を放映した。企業 CM のほか、政府、官庁による政府広報、地方自治体の PR、AC ジャパンなどの公共広告団体によるキャンペーン CM もある。衆議院、参議院の選挙開催期間中に政党、 政治団体の CM が、スポットで頻繁に放送されるが、比例代表選出選挙の政権放送は、NHK でしか行われないことが多いため、事実上その代わりとして行われているとみなせる。CM 枠において、放送局自身による、番組プログラムの PR がある。抗議的には、コマーシャルの一種だが、小取引が発生していないため、実態としてはフィラーである。 日本は、ラジオ放送の開始に際し、低新章の将棋決定、放送用施設無線電話に関する議案によって、あらかじめ広告放送を禁止されたほか、1920年代の、黎明期から1951年まで、民間企業でなく、公共事業体である NHK による運営のみ、認可され、その NHK が、聴取量収入によって運営されていた事情もあり、 ラジオ CM が試みられたことはなかった。なお、第二次世界大戦終結まで日本の統治下にあり、別組織の台湾放送協会が、ラジオ放送を独占していた台湾では、1932年6月14日または15日から、数ヶ月間、演芸番組の制作品を調達するため、試験的に、間接広告放送を実施したことがある。これは、 放送本編と別に CM を制作せず番組冒頭及び終了時にスポンサー名をアナウンスするという形であったと考えられている。スポンサー第1号は丸宮食料品研究所または味の素本舗だったとされている。実施後間もなく広告メディアとしての競合を危惧した日本新聞協会が6月27日に 広告放送反対を決議した上で、当時の卓務大臣を通じて、広告放送の中止を台湾総督府へ訴えたことで、台湾放送協会では7月19日に、新規広告契約の停止と年内での広告放送中止が決定されて、間接広告放送の放送は12月2日が最後となった。また、日本の政財界の影響下にあった。 満州国の満州電信電話でも1936年11月1日から約3年半にわたって日本語及び漫画での広告放送が実施された。この時は台湾で実施された間接広告に加え直接広告と呼ばれるアナウンサーが広告コピーを読み上げる生コマーシャルの形式でも行われた。この直接広告は 番組本編を中断する形でなく、広告をまとめて放送するための専用の番組枠を設けての実施だった。1940年4月、日中戦争の激化に伴う経済統制のため、広告で扱う品目が大幅に制限され、やがて放送の自粛に至った。この満州電信電話で放送広告に携わった人材の多くが、戦後の引き上げ後、 新興の民間放送局や広告代理店に移り、CM の契約及び制作に関するノウハウを伝えたと考えられている。民間放送の開始日、1951年9月1日には、スポンサー、広告に関わる様々な日本発が続いた。上記に鑑み、広告主の名称を読み上げるアナウンスを、抗議の CM に含んだ場合、最初に、 アナウンスされたスポンサーは中部日本放送が開局アナウンス25分後の6時55分から放送した副職講座における毛織物店ご金用品である。音声記録は残っていないが当然提供スポンサーを示すアナウンスを行ったはずであり民間放送における公表スポンサー第1号ではある。CBC ラジオは同日の朝7時には 成功者によるスポンサー付き時報の第1号放送も行っている。時計のリズミカルな音による予報音に続き通知音とともに成功者の時計がただ今7時をお知らせしましたと報ずるものである。同日正午には開局アナウンスを行ったばかりの新日本放送でも成功者の時報が放送された。最初に放送されたスポット CM は 同日の12時15分過ぎに新日本放送で60秒間放送されたスモカ歯磨きのラジオ CM とされる。この CM は他の CM が単なる広告コピーの読み上げであったのに比べドラマ仕立ての演出がされていて耳を引いたとされまとまった作品としての CM と認められることから第一号とみなされている。日本最初のコマーシャルソングは 同年9月7日に CBC ラジオで初放送されたコニーシロクの CM における僕はアマチュアカメラマンである。窓文字による CM の日イコール8月28日の宣伝日本最初のテレビ CM は日本テレビの開局日1953年8月28日正午直前に放映された成功者の時報 CM である。 これはあらかじめフィルムに録画したアニメーションと実写の組み合わせによる CM であったが、スタッフが放送機材の操作に慣れていなかったため、フィルムを裏返しにした状態で放送してしまった。このため時計の画像は左右逆、かつフィルムの場合、映像の左側に音を再生するためのサウンドトラックがあり、フィルムが逆向きになると、 音が再生されなかったので、音無しの状態で放送された。3秒ほどで放送中止となったという定説が長く信じられたが、当時の関係者の証言によりそのまま30秒間放送されたことが明らかになった。同日19時の時報は無事に放映された。この19時の時報 CM は現存する日本最古のテレビ CM 映像であり、 インターネットで公開されている。テレビ普及期に至る間に広告主の専属出演者を用いた CM が主流になった時期を経て、1970年代の初め、頃には俳優、歌手などの別に本業を持つ芸能人による CM 出演歴が人気の度合いを測る指標になるという認識が業界内外でなされるようになり、 週刊現代1972年2月3日号の記事では CM 出演がタレントの最も有利な副業であることは今や常識と書かれるに至った。やがて日本モニターのタレント CM 起用者数ランキング、ビデオリサーチのタレント別テレビ CM 出行量上位10人といった調査会社による人物単位の CM 露出量に関するデータが 一般公表されるようになった。以下、新技術が採用された、記念碑的 CM については、技術説で述べる。形式映像や、音声の形式は放送派における企画に準じる。ステレオ放送が可能な放送では当然、ステレオ音声による CM が多くなっており、2000年代から5.1サラウンドステレオ音声収録の CM もわずかだが、登場した。 原則モノラル放送である AM ラジオ局においては全局ステレオ放送を実施しているラジコや FM 補完中継局の導入後ステレオで制作された CM を放送しているテレビ放送が開始された当初は生コマーシャル、静止画、そしてフィルムが主流でありやがてそれに加えて VTR が導入されたアナログ放送から 地上デジタル放送への過渡期である2000年代後半頃から、アスペクト比16、9のハイビジョンによる制作が多くなった。予算などの都合から、ハイビジョン画質の実現以降もそのまま4、3の標準画質の映像を継続して放送するため、地上デジタルテレビ放送の画面比に合わせて、左右に黒帯をつける場合がある。上下左右に黒帯が入る。 学縁地放送となる場合もある。日本で最初にカラーで放映されたテレビ CM は1962年のトヨタトヨペットコロナが写真を上げながらドラム缶を蹴散らして走行するスタントドライブシリーズである。カラー放送を意識して赤、青、黄色のドラム缶が登場する。日本で最初にステレオ音声で放映されたテレビ CM は 1978年11月の住友 3M スコッチメタルカセットテープメタファインで開始からおよそ1秒間画面下中央にステレオ CM と表示された関東は当時日本テレビと TBS が音声多重放送を開始していた日本で最初に2カ国語で放映されたテレビ CM は1979年の NEC の音声多重放送対応テレビ、語学友である。このテレビは2カ国語放送受信に重点を置いて、スピーカーを一つしか持たない、モノラルテレビのスタイルで、音声多重放送が受信できるというものだった。植木等をキャラクターに起用。主音声の日本語で、これで、日本も安心だ。などという節をつけたりしていたが、副音声の英語は、 純粋に男性での商品説明であり、完全な大役でなかった。この CM は前述のステレオ CM の時と違い、特に二カ国語放送の旨は表示されなかった。しかし当時は、音声多重放送を利用した CM は、ほとんどなかったので、この CM が組み込まれているゾーンは、最初から二重音声放送に切り替わっていた。日本で2012年現在、 3D 立体映像で放送されたテレビ CM は1988年に放送されたキリンのソフトドリンクメッツが唯一である。全編 CG で作られ赤と青のセロハンメガネで見ると立体として浮き上がる手法が取られており放送期間中に専用メガネのプレゼントもあった。放送された番組はザベスト展などの人気番組内でありそれ以外の時間帯は 同一映像で 3D 用でない CM が放送されていた。2010年以降は本編中の CM で字幕放送を行うことがある。その場合は CM 中画面右上に字幕と表示される。放送局における CM の編集と創出放送局において CM 創出に際し CM 枠に合わせて複数の CM 素材をまとめるという作業が 不可欠だった。素材が磁気テープないしフィルムだった時代は当然手作業であった。とりわけテレビ CM は初期から1990年代初頭まで大半、やがて一部が3 5ト、mm、ルまたは1 6ト、mm、ルの映画フィルムを用いて撮影されていた。放送局は納品された素材をつなげ、 枠分の素材を完成させ、テレビの映像信号に合わせてテレシネして送り出していた。1970年代後半は技術的に VTR との過渡期であり、ビデオ編集機材、CM 創出設備の進歩や充実に合わせ、フィルム撮影した素材をテレシネした上で VTR に録画し、それを放送局へ納品する流れになった。 代理店やプロダクションによっては、在京キー局の分をテープ納品に切り替え、関東エリア内の独立 UHF 局や大阪、名古屋の準キー局を含む、その他の地方局へは従来通りのフィルム納品を続けるという方式をとっていた。このような過渡期においても、環境によっては依然、フィルム編集の方が容易であったので、VTR で撮影された素材でもキネコによる複写を、 長く言っていた。このため同じ CM でも放送局や時間枠によっては画質、音質が大きく異なる場合があった。フィルム納品は1990年代に終了し、すべてテープ納品に切り替わった。その後 CM、バンクシステムと呼ばれるシステムが実用化され、現在はほとんどのテレビ CM が CM バンクから送り出されている。 民放連放送基準は、放送基準13章から17章にかけ、CM の内容、表現方法、入校自体の取り扱い、事業者の責任について細かい規制を設けている。その基準をもとに、各放送局の CM 担当部署が、内容に関する、交差基準を定めている。なお、インターネット CM については、以下の規制の限りではない。 CM を行えない、業種以下のスポンサーについては原則として扱わない、ことを取り決めている。かつて行われていた、CMCM 内の注意表現など、個々の業種ごとの規制など民放連放送基準では、上記のような全業種共通の表現規制ルールを設けているほか、特に、医療、医薬品、化粧品、金融、不動産の CM については厳格な条文を、 設けている医療、医薬品、化粧品金融、不動産かつて金利自由化される以前、銀行など、個々の金融機関の CM は、業界により、広告による、競争原理は馴染まないという理由で、自主規制され、テレビラジオでの広告が行われなかった。代わりに、ボーナス支給時等に、全国銀行協会、東業会団体として、テレビラジオで広告をしていた。 1985年からの金利自由化で、個々の金融機関の間でのサービス格差が生じ、1990年6月1日より、ラジオのスポット広告から解禁が始まった後、1991年元日より、テレビのスポット広告が解禁された。当初は、放映時間数に制限を設けたり、番組提供扱いイコール提供クレジット表示を、 行わずパーティシペーション扱いとするなどの自主規制が行われていたが、1993年3月に番組提供扱いが可能となり、放映時間数の制限も廃止された。ただし銀行であっても、無担保、カードローに商品の CM である場合は、消費者金融や審判会社、クレジットカード会社と同様の放送時間等に関する厳しい規制がある。 時間帯や放送波によって CM を行えない業種その他の業種番組本編中の CM ラジオ CM ラジオは音声だけのため通常はテレビ CM とは別にラジオ CM 向けのものが制作されるラジオ CM ではテレビ CM とは異なり20秒40秒60秒と20秒単位のものがほとんどで特にスポット CM では20秒が基本である ただ中には、5秒や、キリンビーバレッジ、ジャイブ、ショートバージョンや糸金などわずか数秒で終わるものも、過去には存在した。中には稀に、ラジオ CM でもテレビ CM と同一内容のものを、音声だけ流すケースもある。川章ハウスや太平建設工業、竹本ピアノなどは、最初の15秒間で、 テレビ CM のものをそのまま音声で流した後、さらにその後の5秒間で問い合わせ先の電話番号か、宣伝する企業の詳しい内容のナレーションを加えて、20秒間の CM に仕立て上げている。署名タレントを起用したラジオ CM の場合、冒頭でナレーターのタレントが、自ら、ですなどと自己紹介することが多い。特別編、CM。 単発 c m 〇〇を検索テレビ CM において、ウェブサイトの URL を最後に表示するものに代わって、2006年頃から CM 末尾に商品名などが書かれたインターネット検索エンジンを模した窓を表示して、検索用のキーワードを出すという手法が増えた。日本で最初の続きはウェブで CM は、 電通広告統計の検索で確認できる範囲で2004年のネスレコンフェクショナリーのチョコレート菓子エアロとされている。この手法は放送だけでなく各種媒体に広がった。本方式は URL を覚えるより簡易であり、商品や内容などを詳しく知らせることができる反面、覚えやすさから一般的かつ無関係なキーワードを表示し、 不適切な検索結果やサジェストが表示されるケースや、検索結果にフィッシングサイトが表示される可能性もあることから、産業技術総合研究所は、特にフィッシングの対象となりやすい企業に対し、本方式による広告を控えることを呼びかけている。他国では、いち早くこの手法が行われていた韓国を除いて、ほとんど使われていないが、欧米では、 ハッシュタグを表示させる手法がある。お詫び CM 大量のリコールなど、メーカーが製品に関する不祥事を起こした場合、通常はそのメーカーの CM 自体が自粛され、公共広告などに差し替えられる。ただし、死亡事故が発生するなどの重大なケースは、事故の発生を謝罪し、該当製品の使用中止と修理、取り替え、回収。 廃棄などを視聴者に要請する CM を流すことがあり、これがお詫び CM である。テレビ局も不祥事の謝罪や視聴者に呼びかける警告でもしばしば CM を流すこともある。トーク番組やバラエティ番組などでゲスト出演する俳優やタレントらが出演するを CM を ACCCM 情報センター提供という形で流すことがある。 公共放送である NHK で CM の映像を資料映像として流す例がある。CM が放送されなかった番組本編全体が CM によって中断されなかった事例として以下の番組がある。CM が放送されなかった日この節ではいずれも日本の事例を挙げる。番組中に CM へ切り替わる際、それを一区切りと捉え、視聴者によっては CM を見ずに、 トイレへ行くなど別の用事を済ましたり、また CM 中に他のチャンネルに変えることで視聴率が低下する傾向がある。また CM により番組の流れが断ち切られることを不快に思う視聴者も見られる。一方、民放テレビラジオ局にとっては広告媒体費は高額で、スポンサーからの広告媒体費が収入の多くを占めるため、視聴者に CM を見てもらう。 様々な工夫のほか、CM の否定に対し非常に過敏になっている。1997年8月26日に、テレビ朝日の深夜番組、トゥナイトにで、出演したタレント、ラン一世が、CM の直前に視聴者に向け、トイレに行かれる方はトイレへ、と、CM やスポンサーを否定する発言をしたため、テレビ朝日は放送の翌日に懲罰委員会を開き、 関係者4人を処分するような事例があった。芸能人では、徳光和夫、井ノ原義彦たちが、過去に、同様の発言を行った。放送業界は CM を否定する発言は、タブー視されている。これらの発言は一種のギャグのネタとして扱われる、作品があり、例として、プレイステーションに専用コンピューターゲームソフトの、ラチェット クランクフォースギリギリ銀河のギガバトル内で視聴者の皆さんコマーシャルまで漏らさないで我慢してくださいねといった発言が挙げられるバラエティ番組を中心に話題の流れの最中に CM を持っていき視聴者がザッピングで本編を見逃すと話題の流れを見失う可能性を高くしたり CM 後に1分程度の短い本編を放送し視聴者の注目を集めてからすぐに CM に突入することによって、結果的に CM を見る機会を増やそうとする、CM またぎ、山場 CM と呼ばれる手法を用いる番組も見られる。以前は、CM 突入前に、秒後に、衝撃の結末が、と CM の放送時間を事前に告知することもある。これは、視聴者に、都合の良いザッピングの機会を与えてしまうことや、 遅れネットで CM 本数の異なる別時間帯に放送する地域にも配慮してか後にあまり用いられないようになり CM の後に衝撃の結末がと CM の秒数がわからない工夫が用いられるかつては音声認識や映像認識などによりテレビ CM を識別し自動的にスキップやカットをして録画する機能を持つ録画機器が発売されていたことがある 例えば、番組自体がモノラル、または2カ国語放送で、テレビ CM は、ステレオ放送の場合、音声フォーマットの違いから番組とテレビ CM の区切りがわかる。番組とテレビ CM どもにステレオなど、音声フォーマットが同じ場合は、映像や音声レベルの変化によって、テレビ CM を判別する。この機能を使って、CM だけを収集することも可能である。 CM が視聴されない状態はスポンサーを失い、放送業界の収入源に直結する。このことから、日本民間放送連盟元会長で、フジテレビ前会長の日枝久氏は、テレビ番組は、CM も含めて著作物で、CM を飛ばして、再生、録画することは著作権の侵害にあたると、主張していたが、再生、録画は、 個人として楽しむための複製であり、法律上は合法である。2005年5月に野村総合研究所が約540億円の経済損失と試算したが、電通はこれらの機器の購買層はコマーシャルにも関心が高く、今のところ損失につながらないと分析している。テレビ CM は注目を集めるために、 番組本編よりも音量が大きく設定されることが多く視聴者の苦情もあるアメリカは2009年12月にテレビ CM の音量を番組と同程度に規制する法案が会員で可決した法案は米連邦通信委員会に対し過度に大音量な広告を規制する内容となっている法案が成立した場合は 技術的に対応するため1年の猶予期間が設けられている。同様の法案はフランスでも可決され、違反した企業は売上げの3%相当の罰金が課せられる。日本は2012年10月1日からラウドネス値を用いたナブ技術基準 T03 にテレビ放送における音声レベルの運用基準が行われる。ここでは 実際に流行したことが資料で確認できる。または、新語、流行語対象等の全国規模による賞に選出された流行語のみ記述する。一部の記述されている流行語は、放送が終了して以降も商品パッケージなどに使用されている場合がある。 1950年代の流行語、1960年代の流行語、1970年代の流行語、1980年代の流行語、1990年代の流行語、2000年代の流行語、2010年代の流行語テレビの CM は視聴者にインパクトを与えるべくセリフや映像作りに不信しているが時として表現について問題視される作品が出現することがある 内容的に問題がなくてもといった事情で問題となる CM の例もある。背景にあるのは、コマーシャルは好きでない人はいても良いが、嫌いな人がいてはならないという、広告業界全体の潮流であり、広告、放送、コンテンツなど、コマーシャルに関わる各業界が直面している現状を垣間見ることができる。食事時や料理企画の放送時の雑菌や、 排泄の表現がある CM など、時間帯や番組内容に配慮されていない CM などが問題視されることがあり、しばしば放送倫理、番組向上機構や日本広告審査機構などに意見が寄せられている。また2017年に放映されたトヨタビッツの CM は、ビッツの CM を作っていたところ CM、発注元によるアピールポイントの強調。 視聴者からのクレーム対策といった要望を次々に出されてしまい、内容の修正によりそれらを全て実現させたところ、本来のストーリーが書き乱されるなど、映像作品としてめちゃくちゃなものが出来上がってしまう、という、このような問題を露骨に皮肉った内容となっている。以下、突起を除き、日本での事例を記述する。企業の不祥事による、放送中止、打ち切りは記載する。 出演者の不祥事による放送中止、打ち切りは企業がイメージダウンにつながるなどと判断した場合は記載するが、これとは関係ない不祥事の場合は記載しない。1960年代以前1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、2020年代。ありがとうございます。